どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。今私はインドデリー空港に来ております。まあ、本来ねこの空港にいるのは昨日だったわけなんですけども、まあいろいろありまして結局ね今日になったということで、フライトはね今日の夜なんですよね。今の時刻が朝の7時、まあ、6時54分ということで、フライトがね9時55分夜の、結構ありますよね。でちょっとね手荷物がそのまま次の年行ったその次の年までねストレートで送ってくれるかをちょっとシンガポール航空のデスクにね聞きたいと思いますので、それ聞いてからですねちょっと今日の予定考えたいと思います。多分チェックインは多分できないと思いますんで、まあ、そうなってくるとこの近くにね JW マリオットデリーっていうのがあるんですよね。デイユースみたいなのを利用して行こうかなと思っております。ちょっとねインドめちゃくちゃ暑いですね。この中もクーラー効いてるんですけど長袖はね合ってないですね。ということでちょっとねシンガポール航空のデスクによって、ちょっとその後ね検討していきたいと思います。とりあえずねインド入国できましたんで、非常に良かったです。ということでちょっとねシンガポール航空のデスクね探したいと思います。ということで今ねちょっとどこのターミナルにいるかわかんないですけど、シンガポール航空はねターミナル3から出発するみたいなので、とりあえずねターミナル3に1回移動していきましょう。上着脱ぎました。めちゃくちゃ暑いです。ということでちょっとターミナル3の行き方を調べつつ行きたいと思います。ということで今ね私がいるのはターミナル3みたいで、ちょっとターミナルがわかんなくてちょっといろいろブログとかを見てたんですけど、あれと思ってターミナル1と2は書いてあったけど3書いてなかったな、あの移動方法ね。ということでここターミナル3なんじゃないかなと思ったらここターミナル3なんですね。ごめんなさい、私ね初めて来るんで全然分かんなかったんですけど、ここはターミナル3ということで、ひとまずね、上の方に行って出発カウンターまで行けたらちょっとシンガポール航空の方で問い合わせしていきたいと思います。いやめちゃくちゃ暑い、外やばい。でもう外出たらやばいですね、声かけがもうタクシータクシーばっかりですね。はい、でここからね JW マリオットまではね残念ながら1時間ぐらい歩くとねかかるんで、まあ、もしね利用するんであれば Uber とかでね行こうかなと思うんですけども、 Uber の乗り場所も私わかんないんでそれもちょっと探さなきゃいけないですね。ということでちょっとねカウンター寄っていきたいと思います。ということで今で、7時49分でございます。このねインドの空港はエアチケットがないとまずこの空港 のチェックインカウンター部分にも入れないっていった形になるんですよね。ですので今ねここに入ろうと思って質問を、ね、聞きに来るためにここに入ろうと思ったら15分ぐらい並ばなきゃいけなくて、まあ、並んでね入りましたということなんで、もう外に出るのがねめんどくさいのと、外ねめちゃくちゃ暑いです。もう一瞬で汗吹き出すぐらい外暑くて、もうちょっとねホテル移動する元気もないので、ひとまずですね今そこにね充電スポットがあって、ここはね Wi-Fi が通ってて、で今3人掛けのベンチにね座ってるんですけども、ひとまずねここでチェックインできる時間までね、仕事してようと思います。今ね7時50分で、チェックインできるのが、多分6時とか言ってたんで、まああと何時間だ、まだ結構ありますね。10時間ぐらいですか。はい、ありますけども、ちょっとここでね仕事しつつ、まあ、したいと思います。いや朝ごはんもね機内でしっかりいただいたんで、お腹等々もね全然空いてなくて、もう外にね行くと暑いのと、もうタクシーの勧誘がすごくて、あもうめんどくさいなと思って、ここをねキャンプ地として、10時間ほどね、いたいと思います。まあ充電もそこでできるし Wi-Fi も利用できるんで、まあ基本的に困ることはないかなと思いますので、まあ、ひとまずここら辺でねゆっくりしてようかなと思います。まあ PC さえあればね仕事はできますんで、ということであと10時間ほど、ここでねゆっくりしたいと思います。いやー本当は昨日ついてればねタクシーで JW マリオット移動して、まあ、一泊過ごして夕方ぐらいにねここに着いてチェックインしてみたいなね、まあ、そんな流れを想定してたんですけども、ひとまずね今日飛行機乗れるっていうだけで、まあ、十分だなっていう風になりまして、またね先ほどシンガポール航空のデスクの方に聞いたら手荷物ねストレートで送っていただけるっていうことを確認できましたんで一安心しております。いやーもう外ちょっと歩いただけでめちゃくちゃ疲れちゃった。暑
暑いですね、インドって、まあ、40何度とかね、あの熱波が来てるとかね、あの確かニュースで私見たんですけども、いや暑いんですね。はい、まあ、パリとかもね、今日とかめちゃくちゃ暑いらしいんですけど、今日7月19日かな、40度超えらしいですけど、日本で40度超えないんでね、やばいですよね。ということで、しばらくにゆっくりしつつ、仕事もね、この環境だったらできますんで、やっていこうかなと思います。まあちょっとね、チェックインして制限エリアのラウンジとかでね、あの作業させてもらえたらいいなと思ってたんですけど、まあ さすがにね今こういう時期なんで、6時までチェックインできませんっていう話でしたんで、しばらく待ちたいと思います。ということで、今ね、時刻は夕方の4時ということで、あれからですね、私はこのベンチエリアにね、いて、こんな感じでね、ベンチがあるところで、で、反対側にね、ちょっと奥の方にね、ちょっと映んないかもしれないですけど、こちらにね、無料の Wi-Fi の機械があるんですよね。まあ、こうフリー Wi-Fi 取ってるんですけども、まあ、それをですね、利用しつつ、で、ここでベンチでね、仕事しつつみたいな感じで、過ごしておりました。ちょっとね、あの寝て、それからね、あのずっと仕事してたらもう結構あっという間でもう4時ということで、本日チェックインできるのが一応18時と先ほど聞いておりますので、それに合わせてね、チェックインしていきたいなと思います。いやね、朝ごはんを機内でしっかり食べたので、お腹も全然今も空いてなくて、ちょっとね、外を歩いたんで汗はね、かきましたんで、制限エリアに入る前にね、あの1泊分のお洋服をね、取り出して、で、 できればね、あのシャワーを制限エリアで浴びて着替えて登場っていうのがね、一番夢のスタイルなんですけども、まあ、このデリーの空港のラウンジにあのシャワーブースがあるかちょっと分かんないので、まあ、ちょっと行ってみないと分かんないんですけども、まあ、そんな感じですかね。まあ、ひとまずね、あと2時間ぐらいね、いますんで、引き続きね、頑張りたいなと思います。で、本日ね、言ってなかったと思うんですけど、今日ね、このデリー空港からシンガポールに向かいます。で、シンガポールにね、行くんですけども、利用する航空会社はシンガポール航空ということで、またですね、この路線に関しては今回ね、スイートクラス押さえておりますので、皆さんスイートクラス知ってますかね。ちょっと画像をね、ここら辺にバーって出しておきますけども、こちらね、利用させていただきますんで、非常に楽しみにしております。ですので、あのこのインドに、ね、入国できなかったら、この路線ね、完全に飛ばしてしまう予定になってしまったということで、非常に、ね、残念だったわけなんですけども、どうにかね、乗れそうです。ということで、あ、移動？あの撮影したタイミングで、ちょっとね、あのベンチを移動してくれと。これね、さっきもあったんですけども、あのベンチ移動、なんかね、なんかいろいろ作業しなきゃいけないみたいで、はい、場所を移動しました。ということで、あと2時間ぐらいですね、仕事してチェックイン、ね、していきたいなと思います。それではですね、今ね、電光掲示板の方に来たんですけど、今ちょっと変わっちゃいましたね。私の飛行機はね、22時55分発なんで、この次に来るかな、ありました、ありますね、はい、21時55分発のシンガポール行き SQ403 L カウンターで開始ということで、この近くで待っておきましょう。あとね、30分もしたらね、カウンター開くと思いますんで、いやー、このね、このデリーの空港なんですけど、本当に軍服を着てるね、人が非常に多くて、緊張感がすごいですね。怖い早く出国したいですね、ビビリな私としては。ということで、エルカウントの近くで待ちたいと思います。空港内はこんな感じですね。結構人がね、多くてあれなんですけども、ちょっと歩くとね、銃を持ったね、軍服の方がいて、非常に緊張感があります。ちょっと日本ではなかなかこういう軍服の、銃を持った軍服の方をよく見るっていうのはね、なかなかないんで、あれですよね、ちょっと怖いですよね。私だけですかね。まあ、ひとまずLカウンター到着しましたんで、ここら辺で座っていたいと思います。いや、表示があってよかった。それではね、時間になりましたので、チェックインしていきたいと思います。
ということで無事ねチェックインさせていただきました。とりあえず、デリーからシンガポールちょっとねモザイクかけさせていただきましたけども、その先ねシンガポールからまた乗り継ぎます。まあ、今回ね、ご覧の通りスイートクラスということでめちゃくちゃ楽しみにしております。では早速ね行きましょう。ここはねあのビジネスクラス以上だとなんかファーストトラックみたいなの使えるみたいなんでそちらで行きたいと思います。では行きましょう。それでは無事ね、出国することができました。いやセキュリティめちゃめちゃ厳しいバッテリーがあのカメラのバッテリーとかね三脚とかねあのちっちゃいものから持ってますんでやっぱりあれですよね。これはなんだこれはなんだこれはなんだみたいな感じで結構聞かれました。ひとまず出国できましたんであとはラウンジ行って搭乗していきたいと思います。5時半ぐらいですかね今ですんでちょっと30分ぐらい早くねあのチェックインすることができましたんでありがたい限りですね。はい、もう出るところにはね免税店がたくさんあります。まあ、とりあえずねラウンジとかの説明なかったんでひとまずちょっとラウンジ見に行って入れるかどうか聞いてみたいと思います。あ、奥にもラウンジがあってこっちもラウンジのマークがあるな。ちょっとわかんないんで行ってみましょう。ここにねエアインディアのラウンジがありますね。はい、ここは多分ねサイラスゴールドで入れるラウンジだと思います。ちょっとそれ以外にもねラウンジありますんでちょっと見て回りたいと思います。確かアメプラで入れるラウンジも確かあると思いますね。あ、エアインディアにあラウンジ入り口こっちでしたねいやなんか暗いなと思ったら入り口を間違えてました。今ちょうど2階エリアにいる感じですね。でこちらがプレミアムラウンジ、ここあれですねプライベートパスで入れるラウンジですね。プレミアムラウンジだからまたプラザプレミアムとは違うんですかね。アメプラでも入れると思います。あ、ラウンジはこれだけか。じゃあプライベートパスのラウンジ入ってから行きましょうかね。はい、ということでこのラウンジ行きましょう。残念ながら断られてしまいました。なんかね指定ラウンジが決まってる時はねそれ以外のラウンジは行かないでみたいな感じみたいですね。ちょっとこれは人によると思いますけども、こっちエアインディアの、ね、ラウンジ行きたいと思います。はい、こんな感じになってます。では行きましょう。ではラウンジ入ってまいりました。これがエアインディアのビジネスクラスラウンジですね。ビジネスクラスとファーストクラスでね、入れる場所が異なっております。こちらねビジネスエリアですね。こっちにしかお食事がないみたいですね。何しようかな。じゃあパンとかね、お菓子、ジュース、コーヒー等々があります。あ、こちら入ってないですね。なんだろう、ちょっと分かんないですね。あとこれがチキンっていう感じですね。オレンジジュースっていう感じですかね。お酒は多分言えば出してくれる感じですかね。はい、こちらがビジネスエリアになります。あ、お酒はこちらですね。はい、こんな感じになってます。とりあえずねシャワー浴びてから食事等々ねいただきたいと思います。ビジネスエリアはまあまあ人がいますけどもファーストクラスエリアは私だけでしたね。ではちょっとね5分ぐらい経ったらシャワールーム使えるということですんでちょっと待ちたいと思います。それではね、シャワールーム入りました。いや、ありがたいですね。いや、めちゃくちゃ汗かきましたし、このラウンジの中もめちゃくちゃ暑いです。これね、お風呂上がった後もね、多分汗かくパターンですね。はい、見ていきましょう。洗面台がありまして、左にね、これはハンドウォッシャーかな。はい、で、拡大鏡。で、こちらにアメニティですね。ちゃんとしておりますね。ちょっと、おー、嬉しい。ヒゲ剃りがある。で、あと、これはシャンプーリンスとかですかね。シャンプー。これはあ、シャワージェルとかってありますね。これは石鹸ですね。はい、ということで。あとね、お手洗いがありまして、足拭きマット。で、こちらがシャワーですね。シャワーは、なんだっけ。可動式じゃなくて、あ、可動式と固定式、両方ありますね。で、こっちにもね、ソープとかあるみたいですね。はい、ということで、いやー、ありがたいです。これなかったらね、このまんま登場だったんで非常にありがたいです。着替え持ってきて大正解でした。ということで、利用していきたいと思います。いやー、最高ですね。
やー、ありがたい。ひげ伸びてたんで、本当に家取りやってめっちゃ助かりました。こんなに落ち込めないんでね、ありがたいですね。ということで、シャワーね、浴びさせていただきました。めちゃくちゃさっぱりしました。ありがたいです。でもちょっとね、このラウンジ暑いんで若干もう汗をかいておりますね、はい、下の空港エリアの方が涼しかったですね。ということで、コーラいただきます。うん、染みますね。あれでしたね、カレーはここのラウンジにはないんですね。うん、私でも絶対ラウンジであると思ってたんですけど、まあこれはねちょっと残念ですね次回来るときは、ね、ちょっとインドのカレー食べたいですね。はい、ということで、まだね2時間以上ありますので、仕事室で、ね、過ごしたいと思います。いやね、このファーストクラスエリアね、誰もいらっしゃらないんで、非常に快適に利用させていただきます。ということで、ラウンジを出てね、ゲートの方を向かいたいと思います。今回ね15番ゲートということで行きましょう。なんか夜になってやはりね、気温が少し下がったのか、かなりね空港内涼しくなりましたね。入った時はねめちゃくちゃ暑かったんですよね、本当に。では行きたいと思います。それではね、ゲート着いたらもうね搭乗開始しておりますので、搭乗していきたいと思います。こちらですね。 Thank you。いや、まさかね搭乗開始してると思いませんでした。今ね9時13分なんですけど、搭乗はね9時25分開始だったと思うんですけど、10分以上早くね搭乗開始したみたいですね。今回ねエアバス380なんで、かなりね大きい飛行機なんで、まあ、それもね理由なのかもしれないですね。多分搭乗にね時間かかるんで、まあ、準備できたからね前倒しで、開始したみたいな感じでしょうか。いや、どんな感じなんですかね、ヤバ380のスイートクラス、非常に楽しみです。では行きましょう。ハロー、 Thank you。 では搭乗していきましょう。いやー、2階建ての飛行機です。おっとっと、危ない。ちょっと見えるかな、ちょっと分かりづらいですけども、窓が2つあるの分かりますかね。はい、ここがエアバス380ですね。いやー楽しみです。あー、すげえでかっ。ハロー、 Thank you。 Thank you。 それではこちらがスイートクラスとなります。やばいですね。はい、階段があります。はい、今回ね 1A という座席ですね。どうでしょうか皆さん、これこれやばいですね。これ飛行機の中ですよけど、今ね席についてトマトジュースね、ウェルカムドリンクということでソフトドリンクいただきました。でね、 CA さんがね、スリッパまで用意してくれっていうね、このサービスねやばいですよね。でこちらがですねベッドスペースになってまして、ここねシートが下がるようになっていて、こうですね、隣のベッドとくっつけて、まあツインルームみたいな、そんな感じで利用することができるんですね。やばいですねいやすごいです。はい、これが飛行機の機内ですよ。でこちら側にねテレビがあるんですね。だからまあこの椅子がねテレビに向いてないと思うんですけども、これもね多分向きを変えてこっちに見ること多分できんじゃないかななんて思います。いやすごいですね。で先ほど言った通りね、これね下げて今日利用できるんですけど、今日はね後ろのお客さんいらっしゃるそうなので、残念ながらねここをぶち抜くことはできなそうですね。ここにねベッドが作れるということで十分ではないでしょうか。いやすごいですね。でこれ、あ、これアメニティなのかな、これアメニティですね。シンガポール航空はですね、特にねあのビジネスクラスだとあのアメニティね、あの入ってないんですよね、ケースに。あの直置きで確か靴下目隠しみたいな感じだったと思うんですけども、スイートクラスはこうなるんですね。でここにリクライニングボタンがあったり、はい、あとはここにタブレットもあるんですね。今回ね6時間ぐらいのフライトなんですけども、こんな感じでね窓も2つ利用できて、こんな場所もあり、
すごいですね。はい、ということでせっかくウェルカムドリンクいただきましたんでいただきましょうかね。ということでせっかくねいただきましたのでトマトジュースで氷入りでいただきました。うまいですね。飛行機の中に階段があるってすごい夢がありますね。はい、ちょっとね歩いたりねしたいんですけども、まあ、ちょっと多分ダメって言われるんじゃないかなと思います。というのもね、昔フライングホール乗った時にビジネス乗ったんですけども、その時ね他の階に行くのはご遠慮くださいって言われてしまったんで、まあ、もしかしたらいいですよって言われるかもしれないですけど、まあできそうだったらねちょっと行ってみたいなと思います。いやーすごいですね。これが飛行機の中ですか。今回ねこの区間に関してはシンガポール航空のマイルを使って発券させていただいております。で実はっていうわけではないんですけども、今回スイートクラスとファーストクラスね別なんですけども、今回はエアバス380のスイートクラスで、次はですねボーイング777だったと思うんですけども、そちらのねファーストクラスもいずれねレビューさせていただきますので、まあ、そちらもね楽しみにしておいてください。まあ、このねスイートクラスの方が、まあ、上っていう風になりますんで、次のファーストクラスはねちょっとまあこういった感じにはならないと思うんですけども、まあ、今回ね、2区間で発券させていただいて、シンガポール航空はですね、マイレージで8月1日から、ね、変更になってしまうんですよね。今まではストップオーバーっていうのは特典航空券で利用できて、間開けて、ね、何日に搭乗でまた日付を開けて何日に搭乗みたいな利用方法ができたんですけども、これも、ね、8月から30日ぐらいが、ね、マックスになって、今まではもう半年以上開けてとかも多分できたと思うんですけども、今後はねできなくなるということで、私はねこのストップオーバーを利用して、まあ、2区間を発券させていただいたっていった形になります。で今回ねちょっと行く先はまた後日ね楽しみにしておいていただきたいなと思うんですけども、全区間で5万3000マイルでね発券することができました。これもね、8月から 10% 増量されちゃうんで、まあ、6万マイルぐらいにはなるかと思うんですけども、まあ、これシンガポール航空のねクリスフライヤーっていうマイレージプログラムは、日本のアメックスのねプロパーのリワードポイントからね交換することもできますし、マリオットボンボイのねアメックスからもポイント交換することができますので、まあ、ぜひね乗ってみたい方はですねぜひ利用してみてください。まあ、ちょっとデリー来るのはね大変なんで、東京からシンガポール路線とかね、シンガポールから東京とかね、そういった路線でね7万か8万マイルぐらいで、ね、利用できると思いますので、ぜひ検索してみてください。いやーすごいですね。はい、もうすごいしか出てこないですね。飛行機の中ですよこれ。まだ搭乗してると思います。はい、ということなんでしばらくね飛行機が動くまで待ちたいと思います。ということで今ね、パジャマのサイズを聞いていただいて、パジャマをねいただきました。今回 JAL について2回目ですね。非常に嬉しいです。後でねお着替えしたいと思います。まあフライト時間はね6時間ないぐらいなんで、まあ、正直ね寝るかどうか全然わかんないです。まあ、ちょっと仮眠できればなと思うんですけども、まあ、今回ねディーリーの空港で少しねベンチで仮眠を取れたので、まあ寝なくてもいいかなと思うんですけども、まあせっかくなんでね着替えたいとはね思います。いやー嬉しいですね。はい、でちょっと明るいうちにね座席周り見ておきましょうかね。はい、ということでまずモニターがね正面にあります。このモニター結構小さいですけどもね、先ほど言いました通りこちらにねどでかいモニターがあるんで、まあこれはね問題ないかなと思います。おそらくね見えるものは一緒だと思いますね。シートピッチャーですね、こちらによいしょ、あれですね、かなり広いです。かなり広いで、スリッパは先ほどいただきまして、でこちらにね USB タイプ A と AC があります。でこちらに、シンガポール航空のケースに入ったヘッドホンはね、こちらはいただけません。お借りする感じですね。で、まあ、先ほど説明した通り、こちらにアメニティポーチがあって、かなりずっしりしてますね。こちら後で開けたいと思います。この辺とかも多分開くんじゃないかな。そうですね。ここは小物入れですね。よいしょ。あ、ここはね、鏡になってるんですね。女性の方はここでお化粧が直せる感じですね。で、こちらも小物入れという感じですね。でここにドリンクホルダーがあって、ここにもねまた USB と AC がありますね。いやいいですね。はいですね、かなり利用しやすいんじゃないでしょうか。まあ、先ほども言った通りここにモニターもありますんで、あとはライト、はい、左側にライトがあります。
で右側にもねライトがあっていう感じですね。本当にここのスペースはですね、まあ、30リッターぐらいの、まあ、スーツケースだったら余裕で広げられると思いますね。この左のね扉になってる部分、ここがクローゼットになってまして、私ね今日カバン大きいカバン持ってるんですけども、それもね全部ここに入れて、あとはジャケットとかもねここにかけてくれるんだと思います。ということでお花もねセットしていただいて、いやすごいですね。噂にはすごいと聞いてましたけど、こんなにすごいとは思わなかったですね。いやびっくりです。それではね、まだね出発しなさそうなのでアメニティ開けちゃいましょうかね。はい。いやこれやばくないですか、このデカさ。 ANA とか JAL とかのファーストクラスよりでかいですね。まあでも ANA のクローバルトロッターよりと同じぐらいですかね。はい。分厚さがね結構すごいですね。はい。では開けていきましょう。何が入ってるんでしょうね。はい、開けます。なんかすごいいい匂いがします。こんな感じで、はい、中にはですねこのめちゃくちゃでかい、なんだろうこれ、わかんないな。ちょっと後で出しておきます。多分ハンドクリームとかそういうもんだと思うんですけどね、お化粧的な。でこちらはこれもちょっとわかんないな。あ、ソープとかって石鹸ですね。これがすごいいい匂いしてるんだ。はい。あ、これ全部あのお化粧類なんですね、アメニティっていうよりかは。はい。ですんであれじゃないですかね、いらないものを捨てるやつとか、あとこれはハンドクリームかな。はい。ボディーローションでしたね。はい。だからこれは全部ねお化粧品ですね。はい。ということなんで妻にねプレゼントしたいと思います、これリップバーム。もうねこれ開けた瞬間からめちゃくちゃいい匂いがしてるんで、高級感ありますね。アメニティじゃなかった、まあ、アメニティじゃなかったっていうとちょっと語弊があるのかもしれないですけども、靴下とかそういったものではなかったですね。はい。こんな感じですね。あのこの前 JAL でねいただきましたけども、ああいった感じですね。はい。いやーでもこれめちゃくちゃ高級感あって、はい、私のちょっと妻にプレゼントいたしたいと思います。ケースごとめちゃめちゃ良くないですか、ケースも。おそらくブランド本だと思うんですけども、ちょっと私は分からないですね。はい。ということで入らないしね。ということでもうしばらくね登場待ちたいと思います。これでちょっと東京じゃなくてどこでしたっけ、世界最長路線、あれどこだっけ、ドアセッションでどこからかニューヨークの最長路線ありますよね。あれシンガポール航空何で飛ばしてるんだかな。エアバス380じゃないかもしれないですね、777かもしれないですけども、いやちょっとこれで行ってみたいな。すごい長距離路線、十何時間とかめちゃくちゃ良さそうですよね。ということで、あ、センキューということで、今ねあのウェルカムシャンパンはいかがですかということで、ワインとねシャンパン両方とも2つ持ってきていただいて、どれがいいですかっていうお話をいただきましたけど、私あのクルグはちょっと分かったんですけど、もう一つのシャンパンはちょっとね分かんなかったんで、まあ、クルグをねいただきますということでお伝えさせていただきました。ということで機内安全ビデオはね始まるみたいなんで、ぜひ見てください。シンガポール航空のね機内安全ビデオね非常に素敵なんでね。 Welcome aboard Singapore AirlinesAs the safety equipment on this aircraft may differ from that on other aircraft, please give us your attention as we bring you through this important safety briefing and on a journey through Singapore. Thank you. You can take a picture, please. Thank you.During takeoff and landing, ensure that your tray table is stowed away.Put the back of your seat upright and keep your shoes on. Before we take off, stow your luggage under the seat in front of you or in the overhead compartments.
make sure that your seat belt is securely fastened during taxi, takeoff, and landing. To fasten, bring the two ends of the seat belt together until you hear a click. Tighten it by pulling on the strap. To unfasten, lift the metal flap. We recommend keeping your seat belt fastened throughout the flight. Whenever the seat belt sign is turned on, infants should be lifted from the bassinet and secured with an infant seat belt. If there is a change in cabin pressure, an oxygen mask will automatically drop in front of you. Pull the mask down sharply. Place it over your mouth and nose. Pull the lateral straps to tighten it and breathe as usual. Secure your mask first before helping others. It is normal for the bag to not fully inflate. There are several emergency exits in this aircraft. Take a few moments now to locate your nearest exit, which may be behind you. Count the rows of seats to the closest exit in front and behind you. In the unlikely event of an emergency, or when you hear the command, brace, brace. Assume the brace position. If you can reach the seat in front of you, lower your head and place it on the back of the front seat. Place your hands on top of your head. Keep your feet flat on the floor and heels towards your seat. If you can't reach the seat in front of you, lower your head and lean forward as far as you can. Place your hands on top of your head. In an emergency evacuation, floor level lighting will lead you to your nearest exit. Before using an evacuation slide, remove any high-heeled shoes and be sure to leave everything behind. To put on your life vest, remove it from the plastic cover and slip it over your head. Pass the straps around your waist, connect the clip, and pull to tighten. Inflate the life vest by pulling the red tabs or blowing into the mouthpiece. Life vests have a whistle and a light to attract attention. Special life vests are available for children. Inflate your life vest only at the exit door and step into the raft. Life vests are located under or between your seats. All large electronic devices, such as laptops, must be stowed for taxi, takeoff, and landing. During these times, charging your electronic devices is also not allowed. If you're not using your device, it must be held in your hand or placed in the seat pocket in front of you. If your device drops into the gap between the seats, refrain from adjusting the seat and ask the cabin crew for assistance. We remind you that this is a non-smoking flight. Smoking, including the charging and use of e-cigarettes, is prohibited throughout the aircraft, including the lavatories. Thank you for your attention. Refer to the safety card located in the seat pocket in front of you for more information. On behalf of Singapore Airlines, we hope you have a great time on board as well as in Singapore or anywhere else in the world we take you. ということで、何回見てもね、素敵な機内安全ビデオですね。ということで、放送流れてる間にね、はい、シャンパンいただきました。今回、クルークもね、いただきました。ありがたいですね。ボトルも置いとくから、写真撮ってねっていう感じで、ありがたいです。では、いただきます。美味しい。
か動き出さないですね。はい、まあまあまあ私としてはね、できるだけディレイしてほしいですねいやこんな飛行機も私もね、シンガポール航空のマイルね貯めたいなと思って、あのマリオットとかね、あのアルメックスのリワードポイントから交換したりしてましたけど、なかなか貯まりづらいんで、本当にねこれ発見できた時に本当に嬉しかったですね。で先日のね、私のやらかしでこの路線がもしかしたら乗れないってなったんですよね。いや本当にね、インドのデリーで1日ね余裕を持っておいてよかったです。ということで飛行機がね動き出しましたね。ちょっと外の映像が撮れるかどうかわかんないですけど、ちょっとやってみたいと思います。それではね、飛行機が動き出しました。いやすごいですね。窓がまあ二重になってるんですけども、その距離がねすごい取られておりまして、多分これはもう反射しちゃってるんだと思うんですけども、トリプルセブンだとね、また飛行機のね構造も違うんでしょうね。はい、すごいです。すごいしか言ってないですね、うん。それではシンガポールに向けて出発となります。約ね6時間のフライト、ちょっと短くてねあれなんですけども、楽しんでいきたいと思います。これ乗るためにね、シンガポール航空のマイル貯めるっていうのもめちゃくちゃありだと思いますね。快適としか絶対思えないですもんね、うん。だって後ろの台でベッドになって横になれるんですよ。一つの、ね、旅行の楽しみがね増えますよね。ということで皆さんぜひマイル貯めて乗られてみてください。これはねちょっと実際にね乗るまでどんなもんなのかなと思ってましたけど、本当にやばいですねこれはね。びっくりしました。ということで今もね飛行機が動いておりまして、もうしばらくしたら離陸となります。機内食になると思うんですよね。でこのね乗せてる台がね
こんな感じの台になっているんですけども、ここをね上げるとテーブルがね出るようになっております。ということでテーブル出していきましょう。こんな感じですね、はい、で回転すると、よし、はあ、こんな感じになると。テレビ方面に向ければ、あ、こういう感じになるんですね、はい、あは、でこの向きになるとテレビモニターを見ながらね食事ができるという感じですね。いやこれは面白い、いいですね。あ、でこれ前後にできるんですね。あ、Thank you。ありがとうございます。Thank you。こんな感じでボトルもね持ってきていただきました。ありがたいですね。ということでいただきましょうね。もうすでに一杯いただいてますんで、ちょっとベロンベロンになりそうですね。先ほどとまた味わいが違ってね、非常に美味しいですね。ということで、多分ね、おそらくベッドはね、CA の方がやってくれると予想してるんですよね。ですので、ちょっとお手洗いの方ね、見に行きたいと思います。それではですね、ここの下がね、エコノミークラスっていう風になりまして、こちらの座席後方がね、ビジネスクラスっていった形になります。でトイレがね2つセットされておりまして、こちらは小さいトイレで、こちらは大きいトイレっていう風になっておりますので、ちょっとねこちら見ていきたいと思います。よいしょ、はい、これお手洗いですやばくないですか、このお手洗いの広さ。でまずね正面に立つとこんな感じで歩けるぐらいのスペースがありまして、まあ、こちらにね便座がセットされております。でこちらにねトイレットペーパーとか流すボタンとかがあって、反対側から見るとねこんな感じで、いやーやばいですねでセットされているものはこちらに、洗面台がありまして、ハンドソープですね。でこちらにティッシュとかおしぼりとかがありまして、これはボディーローションと、これはちょっと何か分かんないですね、フェイシャルミストとかもあります。でこちらにねお化粧できそうな拡大鏡と、もう一個拡大鏡がねあるんです。これすごいですね。でここにアメニティが入っているという感じですね。こちらがアルコール消毒シートとかヘアブラシで、エチケット袋、こちらは一緒ですね、はい、こんな感じで入っております。いやすごいですね。で反対側のねこちらにもアメニティが入っておりまして、先ほどはね女性専用っていうか女性用のねものが多かったと思うんですけども、こちらにね歯ブラシでシェービングありますね、ヒゲ剃り。これはシェービングクリームですかね、すごいシェービングフォームもある。これはちょっと利用させていただきましょう。昨日、あでもさっき剃ったからさ、まあ、この話はいいですね。いやすごいですね。でここにね紙コップとかもセットされております。ですね、こういう感じで歯ブラシができて、あのお化粧ができるという感じですね。いやすごいですね。あとおむつ替えシートとかね、ハンガーとかもセットされております。こんな感じになっております。いやすごいですね。それではね機内食が始まりましたのでいただきたいと思います。こちらはねサテですね、はい、こちらつけて食べるんですかね。それではねいただきます。いただきます。このソースがねこんな感じになってるんですけども、ではねちょっと甘めのねタレになっておりまして、非常に美味しいですね。あとはこれは口直しのお野菜っていう感じですかね、うん、玉ねぎときゅうり美味しいです。いや非常に美味しいですね、うん、このタレもちょっと多めにつけないとなく、あの残っちゃうのでもったいないですよね。それはね Wi-Fi ね無料なのじゃないかなと思って、ちょっと Wi-Fi の画面ね
開いてみたんですけども、ちょっと画面出しておきますね。こんな感じになっておりまして、まあ、私はデリーからシンガポール4時間あと36分なんですけども、まあ、こんな感じでですね、スイートファーストクラスの方はフルフライト無料ということで、ビジネスの方は、100メガバイトまで、でプレミアムエコノミー、エコノミー型は2時間だけチャットができますよみたいな、まあ、そんな感じでね利用することができますので、まあ、このねスイートファーストクラスね乗られた方に関しては Wi-Fi ね無料で利用することができますので、まあ、Twitter 等々だと思いますけどもね、まあ、利用できるのは、ねまあ、YouTube とかちょっと厳しいかもしれないですけども、まあ、Twitter とかはね見れると思いますので、これはいいですね。ということでエントリーしておきましょう。ということで次の機内食やってまいりました。こちらね、カモです。あとガーリックブレッドをチョイスしました。ではいただきます。いや非常に美味しそうですね、うん、塩味でね非常に美味しいですね。ではこちらはガーリックトーストですね。いただきます。ほんのり温くて非常に美味しいですね。ではね、朝ゆっくりねいただきたいと思います。この位置でね機内食をねいただくんですけども、この方向で若干思ったんですけど、飛行機はねこっちに動いてるんですよね。まあ反対向きまでいかないですけども、ちょうど真横に向いている感じなんで、新幹線とかで後ろ向きの座席みたいにできますよね。まあ、ああいうのがちょっとね苦手な方はもしかしたらちょっと嫌かもしれないですね。うん、まあ、それちょっとあるかなと思います。それではね次にスープをやってまいりました。チキンとマッシュルームのスープみたいですね。おー、それではいただきます。あ、美味しい、うん、いいですね。あったかいスープってこの旅でなかなかね、まあ、お味噌汁ちょこちょこ飲んでましたけど、そんなもんなんでめちゃくちゃ染みますね。美味しいです。日本のチキンスープにねかなり似てる気はしますね。でもちょっとパクチーが強いんでね、まあ、その点はあるかもしれないですね。それではチキンヌードルスープがやってきました。はい、こんな感じになってます。ということでこちらのねちょっと辛いソースをねかけていただきそうです。まあ、ひとまずそのまま食べてその後足していきたいなと思います。ということですごい久しぶりに箸をいただきました。ではいただきます。あ、めちゃくちゃ美味しいですね。入ってるのは椎茸とチキン、玉ねぎ、フライドオニオン、人参、チンゲンサイっていう感じですかね。いや、めちゃくちゃ美味しいです。しばらくこのアジア的なね食事に飢えておりましたんで、めちゃくちゃ美味しいですね。ちょっとかけていただきたいと思います。全部入れたらちょっと辛そう、どうなの。ではちょっと味変していただいてみます。またね味が変わって美味しいですね。いやー、これはちょっとね大満足ですね。はい、ちょっと辛いですね。今回ねこちらのメニューに関しても、事前のねブックザクックっていうので予約ねさせていただいております。でシンガポール航空の、まあ、拠点っていう、まあ、チャンギ空港が、ね、ありますよね。そこから出発だとさらにねメニューが増えるっていう風になりますんで、まあ、そちらの時にはですねシンガポール航空ねおすすめ の食事をねいただきたいなと思ったんですけども、今回こちらはねデリー発ということで、まあ、私がね食べたいものをね注文させていただいたっていった形になります。ですのでねもう飢えておりましたので、チキンヌードルスープっていうのは見た瞬間にあんまこれにしようと思ってねこれにしたっていう感じになります。だからスープの後にラーメンみたいなね、まあ、そんな感じでちょっとセンスがない感じなんですけども、めちゃくちゃ美味しいです。はい、ということであとはねゆっくりいただきたいと思います。それではねデザートが来ました。今回はねマンゴーのムースケーキとマンゴーとマンゴーのアイスということで非常に美味しそうです。いただきましょう。これがマンゴームースですね。美味しそうですね。いただきます。うん、ああ濃厚な味わいでめちゃくちゃ美味しいです。こちらマンゴーのアイスですね。かなり固めです。しっかりマンゴーの味が効いててめちゃくちゃ美味しいですね。
で、あと普通のマンゴーです。めちゃくちゃ美味しいです。うん、いやこのデザートすごいですね。大満足です。ということで、あとはゆっくりいただきたいと思います。いやいいですね。それではね、お手洗いにやってまいりました。まあ、歯磨きとね、パジャマ。一応ね、CA さんが M サイズと L サイズなんですけども、一応ね、両方ともチェックしてみてくださいということで、まあ多分私 L サイズでいいと思うんですけども、ちょっと L サイズね、着替えてみたいと思います。ということで、着替えました。いや非常にいいですね。 L サイズでちょっと大きいぐらいだったんで、 M サイズでも良かったかもしれないですけども、まあゆったりしててこれでいいんじゃないかなと思います。いやいいですね。はい、肌触りがね、非常に良くてぐっすり寝れそうですね。まあちょっと寝るかどうかは分かんないんですけども、まあせっかくなんでね、ベッドポジションにねしたいと思います。ということで、歯磨きをしてね、ちょっと今歯磨きはね、あのしようと思った歯磨きがないんで、ちょっとCAさんの方に言っていただきたいと思います。いや、飛行機の中で座って歯ブラシをするってすごいですよね。うん、それでは、座席の方に戻るとですね、ベッドポジションにしていただけました。まあ、横から見るとね、こんな感じですね。いやこれは本当に何回見ても飛行機の中とは思えないですね。でですね、こちら見てください。めちゃくちゃ可愛いですよね。シンガポールエアラインのベアですね。これこちらいただけるということで、はい、非常に嬉しいですね。私の部屋の背景に飾りたいと思います。でね、あの靴下とね、アイマスクとかね、ないなと思ってたら、こういった感じで、あの後からね、提供される感じなんですね。はい、ありがたいですね。あとお水もね、いただけましたので、ぐっすりね、休むことができそうです。ちょっと寝るかどうかは別として横になってみたいと思います。ということで、横になってみました。いやこれはもう完全に飛行機の中じゃないですね。はい、これはもう本当にホテルのベッドで寝てるかのような感じですね。いやすごいな、これが飛行機の中だちょっと思えないですね。どうでしょう、やばくないですか。ご夫婦とかだったらここをぶち抜いて下に下げてね、一つのベッドにみたいなね、利用できるみたいなんで、いやすごいな。ということで、お楽しい時間はあっという間ですね。あとね、3時間半ぐらいしかないので、そんなにね眠くはないので、ちょっとねこのベッドポジションでね、しばらくゆっくりしたいなと思います。いやーめちゃくちゃいいですね。本当にめちゃくちゃいいです。これが飛行機の中だ、本当に思えないですね。それでは、ベッドポジションになって、胸元からね見るとこんな景色になります。いやめちゃくちゃ快適です。いやこれは本当に贅沢ですね。ちゃんとねシートベルトがね、こんな感じでつけれるようになっておりますんで、この状態でもね、ちゃんとシートベルトでね、することができます。ということで、しばらくねこのベッドポジションでゆっくりしたいと思います。いやめちゃくちゃ快適です。おはようございます。寝るかどうかわからないって言ってきながら速攻寝ましたね。はい、ちょっといつ眠りについたのか覚えてないぐらいすぐ寝ました。ということで、あとどのぐらいなんだろうな。ということで、あとね40分ぐらいでね到着ということで、はい、急いでね着替えて、外に、ね、出れる準備したいと思います。いやめちゃくちゃ快適でしたね。で1点ね訂正なんですけども、あのネット回線ね利用することができます。でさすがにツイッターぐらいしかできないんだろうなと思ってたんですけど、普通に YouTube ね見ることができます。いやこれはねかなり驚きでしたということですので、まあ、しかもねこのスイートクラスとか利用されている方はね無料で利用することができますので、この点で、ね、訂正させていただきます。いや私もねちょっと利用してびっくりしたんですけども、普通に YouTube 見れますということで、今の、ね朝食じゃない朝のね緑茶いただきました。これは染みますね。めちゃくちゃ美味しいです。ということで、洋服等々、ね、着替えて準備したいと思います。それではですね、広くないっていう方のね、お手洗いに来ました。いかがでしょうか。めちゃくちゃ広いですねこんな広いと思ってなかったです。
おむつ替え台がねもう常設されている感じですね。で置いてあるもの等々はね一緒なんですけども、いやー十分広いですね。はい。でアメニティはね先ほど同様この引き出しにね入っている感じですね。いやーいいですね。はい。ということでこちらがね反対のお手洗いという風になります。ということで今ね CA さんから挨拶もいただき、いやとうとうねこの夢のような時間が終わってしまいますね。さっきからね結構揺れてますんでちょっと動画見づらいかもしれないですけどご了承ください。最後に、ね、アフターミントいただきました。いやめちゃくちゃ良かったですね。はい。本当に降りるのはね長降り惜しいぐらいですね。機内で横に慣れてベッドにね、はい、YouTube も見れて本当になんかホテルにいるみたいですね。このシンガポール航空ヤワ380スイートクラス、いや本当にめちゃくちゃ良かったです。ぜひね皆さんこれ体験されてみてください。またね違った空の旅がね味わえると思いますので、ぜひマリオットポイントだったりして、ね、アメックスリワードポイントからシンガポール航空のねマイル貯めることができますんで、長距離戦はですね結構必要もありますよね。ガツンと上がっちゃうんですけども、まあ、短距離戦であればですね10万マイル以下でね利用することができますので、ぜひ貯めてみてはいかがでしょうか。ということでもうそろそろね、チャンギ国際空港に到着いたします。ということで到着までねもうしばらく待ちたいと思います。国際空港に到着いたしました。約3年ぶりぐらいのチャンギ国際空港ですね。いや久しぶりに来れてめちゃくちゃ嬉しいですね。それでは飛行機が止まるまでもうしばらく待ちましょう。かなり雲が多かったんですかね、軽く雨も降ってたんですね。ではスイートグラス非常に楽しかったです。またね、マイルを貯めてこの座席ね乗りたいと思います。いやーめちゃくちゃ楽しかったです。いやー降りたくないですねということで、はい、飛行機降りていきましょう。 Thank you Thank you so much. Thank you so much. See you. See you.ということで無事ねチャンギ国際空港に到着いたしました。いや皆さんいかがだったでしょうか。シンガポール航空のスイートクラスヤバス380めちゃくちゃ良かったですね。いい思い出になりました。またいつかねマイルを貯めて乗りたいと思います。ということで今回のはねここで一旦区切らせていただいて、次行くところはですねこのシンガポールから次はモルジブに行きます。ということで次の動画はね、モルジブ滞在期っていう風になりますんで、そちらもね楽しみにしておいてください。ということでここでね一旦動画区切らせていただきますので、今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。